にちは、VCP のミキタンです。VCP のホチョです。はい、ペットボトルに煙をためます、うん、はい。で、エタノールを入れて火をつけるんだけども、はい、あ、ここにね、はい、あ、はい。そうするとちょっと面白いことが起こるので、はい、それを今からやっていきたいと思います。お願いします。じゃあ、まずね、煙を充満させていきます。はい、10万回数、うん、はい、はい、しばらく待ちます。気になるし、この中入れとくかみたいな。大丈夫でしょう、はい、いっぱい入れる。はい、じゃあよく見えるように電気も消して、はい、別火、別火いきます。じゃあ気をつけていきます。はい、お願いします。うおー、びっくりしたうお、びっくりした。一瞬にして、わお、すごい、煙がなくなりました。一瞬見たもえ今このペットボトル、あ、煙が一瞬でなくなって晴れたね。晴天になりました。煙を入れたね。入れて。ペットボトルの中に火をつけて。はい。結果としてバーッと煙がなくなっていったよね。うん、はい。晴れましたね。晴れた。晴れたんだけど。はい。煙の役割。ああ、まあ、まあなんで入れたのかなみたいな感じは。そうだね。ただアルコール入れて燃やすだけでもいいんじゃないかって思いましたけどね、僕は。そう。なんて煙。まあすごい綺麗にね。アルコールだけよりもバッて一瞬でなくなるから綺麗に見えるんだけども、はあはあ、煙があることで反応速度が収まってるのかな。なんかちょっとゆっくり行った時もあったじゃん。ああ、なんか2回目とかゆっくり下がりました。ああ、なるほどなるほど。反応速度に関係してるのかなって思って、はあ、はあはあ、たりもするんだけど、まあよく、よくわからない。正しいことはよくわからないので。動画の前の皆さん、コメント待ってます。コメントで教えていただければと思います。はい。じゃあそんな感じでね、今日は大した解説も冒頭級してないんだけども、はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。